皆さんこんにちは、ワーナリグルビジです。今回はパワー&レボリューション2020、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。パワー&レボリューションはね、何度かプレイさせていただいていますけども、その最新作2020です。まあ簡単に言うとシミュレーションゲームですね。現代のシミュレーションゲームになっています。では早速シナリオから選択していきたいと思います。今回選択するシナリオは、ちょうど今でアメリカの大統領選挙、トランプさんなのかバイデンさんなのかというところで盛り上がってますけども、そのね、機運に乗じて2020年の米国選挙のシナリオを選択していきたいと思います。はい、では早速プレイの方を始めていきましょう。今回はアメリカを選択して、トランプ大統領でプレイをしていきます。なのでまずはね、目下に迫っているアメリカの大統領選挙でトランプさんとしては再選を目指したいというところですね。最新のですね、選挙の状況、ここからちょっとまず簡単に確認しておきたいと思います。Events since January 1st have succeeded every time in eroding the popularity of the head of state, including the COVID-19 epidemic, which plunged the country into a serious economic crisis, anti-racist demonstrations and demonstrations against police violence throughout the country, various departures from the administration, and accusatory books from former White House advisors. Since then, the president has been in meeting after meeting.An exercise in which he excels to galvanize his voters and to refine his comments to entrench his campaign between conservatism and reformism. It must be said that the methods and political visions of both the Republican and Democratic candidates have never been so polarized in American history. On November 3rd, the final word will be spoken, and there will be only one.はい、シナリオの導入部分見ていただきましたね。大統領選挙予備選始まるというところです。まあ、これはもちろん再選を目指して立候補しましょう。で、最新度候補者リスト、この中でトランプ大統領の支持率世論調査の結果 38% というところでやや押されているっていう状況ですね。これ再選目指すには国民向けのいいことをしていかなきゃいけなそうですね。でこの2020最新作の中ではですね、コロナウイルス対策の経済支援とかそういったものが新しく実装されていますので、そういうことも少しずつ取り入れていきたいと思います。で画面の右上に現在の支持率 38% というのが出てますけども、これをね、上げていって大統領選挙で勝つというのが当面の目標になります。で左側の方にはですね、ホワイトハウス、つまりトランプさんのところに面会に来た人たちの情報が出てきます。まあ、ここ結構ヒントになる情報が出てたりするので、漏れなくね、確認はしっかりやっていきたいというふうに思います。支持率を獲得するために最初にですね、まあ保険、健康、あとは環境、こういったところに対して、ポジティブな政策を行ってですね、国民の支持を獲得していきたいと思います。まあ、本来だったらコロナウイルスの影響を受けているので、例えばこのサービス業なんかの中で、まあ、日本でもね、GoTo キャンペーンとかね、GoTo イートキャンペーンとか、まあ、観光業とか外食産業とかそういったところに対して、まあ、支援する動き出てますけども、実はこの2020のパワーのレボリューションの中でもそういったことができます。コロナウイルス19、まあ、これに対して、まあ、ダメージを受けている事業に財政的支援を行うということで、まあ、いくらかね、ここはミリオンダラー単位になってますけども、支援を行うっていうようなこともできます。まあ、ただ、まず最初にはですね、税制改革、その中でも環境とか保険とか、まあ、そういったところに対してですね、国民の支持が上がるような対応をしていきたいと思います。まずタバコ税をちょっと上げましょう。あとポルノ産業もちょっと上げましょう。個人的にはポルノ産業下げてね、頑張ってほしいところなんですけどね。環境税もむちゃくちゃ低いのでこれもちょっと上げます。まあ、いきなりガツッと上げると反発もあると思うので 1%、 ここからね少しずつ上げて、国民の支持率を見ながらですね確認していきたいと思います。
で、新たに導入するものとしてもいくつか見ましょう。ジャンクフード税、これもね抵抗ありそうなんで、まずは小幅に入れていきましょう。世論調査の結果どれくらいかというのも確認して、人々の意見は微妙な雰囲気ですね。議会の方はどうだろう。こういうところでね、事前の調査をしっかり確認してから導入するっていうのも、ね、重要ですからね。森林伐採税とかは、これはねポジティブな意見ですね。なんでいきなり過激的に入れるとすごくネガティブなアクションリアクションが出ちゃうとね、挽回が難しくなるので、ここはまずはちょっとずつ入れていきましょう。では時間をねゆっくり進めていきます。アメリカの大統領選挙、まあ、日本のね、首相指名とはまた少しシステムが違っていてですね、まあ、今回だと共和党のトランプさんと民主党のバイデンさんが争ってるわけなんですけども、もうこれはね大統領候補として、まあ、事実上この2人の決戦というところになってます。お、一気に支持率上がったな、 58%、 これはでかいな。やっぱり国民受けするようなね、しっかりとした環境対策とかをやっておくといいかもしれないですね。あとはあの病院の建設を増やしたりとか、そういったところも行って、さらに国民受けをいいものを優先的にやっていきましょう。で、大統領選挙の話に戻すと、アメリカの大統領選挙はですね、選挙人と呼ばれる、各州合わせて538人、どっちだったかな、のですね、選挙人のより多く獲得した方が、まあ、勝ちということで大統領に指名されるわけなんですけども、この選挙人は各州に割り当てられています。まあ、人口が多いところに選挙人が多く割り当てられているということで、まあ、例えばカリフォルニア州とかフロリダ州とか、あ、テキサス州とか、まあ、そういうね人口が多いところにはたくさんの選挙人がいるということで、その選挙人が多いところで、まあ勝つというのが重要になります。例えばですね、フロリダ州30人の選挙人がいたとします。そうするとですね、この30人が、例えば10人がトランプさん、20人がバイデンさんみたいに分けて入れるということはなくて、30人総取りになります。なので各州で勝っていけばですね、30人総取り、10人総取り、20人総取りみたいな形で、その合計数を競うということになります。まあ、そのうちですね、いくつかの州、例えばカリフォルニア州は伝統的に民主党が強いとか、テキサスは逆に共和党が強いとか、まあ、決まってますので、もう決まってるところでね、どうあがいてもあまり選挙区に影響はなくて、激戦州と呼ばれるところで、まあ、いかに勝つかというのが大統領選挙の、まあ、重要な争点になるというところです。ではね、その大統領選挙に勝つためにしっかりと国民受けのいいことをしていきましょう。まずは保険とかにもね、教育保険、まあ、このあたりいいかもしれないですね。ちょっとこのあたりも見ていきましょう。まず病院ですね。病院の数をちょっと増やします。さらにこれ全領域に実施、選挙の公約にもしちゃいましょう。で、まあ激戦州と呼ばれるところ、プラスアルファですね、人数の多いところでしっかり勝てるようにしていきましょうか。カリフォルニア州とかやっぱり選挙人、まあ、代表者って書いてますけど、まあ、これ選挙人のことだと思います。選挙人の数やっぱ多いですね。テキサスとかもね多いですよね。まあ、こういうところでしっかり選挙運動していきましょう。今9月の6日ですね。今年の大統領選挙、まあ、4年に1回行われるものですけども、11月の3日、11月の最初の月曜日の翌火曜日というふうに決まっていますので、11月3日です。まあ、ただ、このゲーム上ではどうやら11月の10日に設定されていそうです。では、早速、どんどん、この、選挙へのアピール、これをやっていきましょう。あとはコロナウイルス関連でいうと、臨時救急病院の建設、野戦病院の建設、あとは
高性能マスクの配布に関する方針、一般向けの、ね、マスクの配布なんていうのも出てますね。これアベノマスクとかでもありましたよね。あと検査の方針をね、どうするかとか、こういうのが出てますよね。こういうメッセージも少しずつ出していきましょう。まずは臨時病院を建設しちゃいます。臨時病院を、そうだな、ワシントンとかに建てていきますか。出馬宣言後の内容をちょっと見ていきましょうか。選挙、トランプさんが 58% を獲得してバイデン氏をリード。すごくポジティブな状態ですね。これはいい。ただ先ほどざーっと下にねニコちゃんマーク出てきたと思うんですけど、工業が少しやっぱりコロナウイルスのダメージを受けていそうなので、特定の業種、どの業種なのかな、あまり良くなさそうなところには早めに支援をねしてあげたいですよね。個人的にはやっぱり観光旅行、あとは航空産業とかね、そのあたりすごくダメージ出てると思うんですけどね。そういうところに、ビビットにね、効果的な財政支援をしてあげるのがいいのかなと思うんですけどね。航空製造、ボーイングなんかもね厳しそうですもんね。ちょっとずつこういうね、対応もしていきましょう。あとは困った時には日本に物を売りつけるっていうのもねいいですよね。戦闘機をちょっと売りつけましょうか。こういうことをやっていくとですね、実はアメリカ大統領選挙に有利になったりするんじゃないかなというふうに思います。All candidates are now known. では選挙運動をまずそうは言っても優先していきましょう。選挙公約を掲げて一気にね勝負に出ていきましょう。ではここから選挙運動をするために、外遊というかね、演説ですかね、そのあたり設定をしていきたいと思います。ではこの不動産投資に対する減税がすごくポジティブなリアクションが期待できそうなので、これを選挙公約に掲げていきましょう。本来であれば選挙公約というかね、その大統領の考えとして、外交、対中国政策どうするんだとかね、そういうところをやっていく感じになると思うんですけども、これ大統領選挙で勝たないとゲームオーバーになってしまうので、まずはそこにね、勝てるように、していきたいと思います。ご覧のようにですね、自分のマニフェストどうするかっていうのは、こんだけ多くのものの中からですね、さらに細かく選べます。例えば環境のカテゴリーを選んだら、法律を制定どうするとか、予算をどうするとかですね、こういったところが全部細かく設定できます。これによって、国民受けのいいもの、世論がね、自分の味方をしてくれるものっていうものをしっかり入れていくとですね、選挙に勝ちやすい、支持率が得られるっていうことになりますので、今回は外交とかそういったものではなくて、確実に選挙に勝てる運動をまずしてですね、その後大統領になったら強権を発動していきたいと思います。はい。では当面の選挙ですね、これに対して、各州に赴いてですね、主張していくと。いう対応を入れました。ずらっとね、この手帳が埋まるぐらいに積極的に運動をしていきたいというふうに思います。では時間をちょっと進めてですね、この選挙運動がいい状態で推移しているかどうかっていうのをね見極めていきたいと思います。まずは最初はね、共和党が伝統的に強いテキサスで選挙運動スタートです。このゲーム最新版ということもやって、やっぱコロナウイルスのね政策とかも入ってますけども、トランプさんもねコロナウイルスになっちゃいましたけどね、もうなんか完全に復活した感じになってますね。
まあ、最近だと安倍さんもね体調不良っていうことで辞任して菅さんに代わったりはしてますけど、まあ、そういう意味では、今年73歳4歳いいぐらいになってるトランプさん元気ですよね。すごく元気。あとはトランプさんの中国に対するね、まあ政策というか対応というか、まあそういったところだったり、あのバイデンさんの姿勢だったりっていったのが、いまいちね、こうピンと僕の中で噛み砕いて理解できていないんですけど、まあ4年で変わるよりかは、最長12年できるのかな、大統領はね。まあそういったところで長期政権にして一貫性のある政策をするっていうのも一つだし、まあ、バイデンさんがどうやら、ね、有利という世論結果は世論調査出ているようなんで、もしかしたら変わるかもしれないしっていうところですよね。まあ、まずはコロナウイルスが、まあ、世界的に収まってくれて、海外旅行に自由に行けて、かつですね、もう東京オリンピックもできたらいいんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。ではこのまま時間を進めていきます。はい、貧困層に対して路上で生活する人が増えています、まあ、いわゆるホームレスですね。これが増えているっていうことであれば、まあ、公営住宅とかを少し増やして、いきましょうか。住宅、ここから公営住宅の建設を少し増やします。まあ、財政が厳しい中ではありますけど、これある程度数一気に増やして、この路上生活者を救っていくことによって、また支持率を上げていきましょう。貧困層に対しての支持率を上げていく、まあ、これはどうなんだろう。やりすぎるとね、富裕層というか、あの税金いっぱい納めてる人たちからするとんだよみたいになりそうですけど、まあ、まずはある程度の数300ぐらいですかね、投入していきましょう。選挙公約掲げていく。オレゴン州とかでやりますか。どんどんやって選挙運動を有利に進めていきましょう。これマイナス 1.5% って出てますけども、これですね、財政的にちょっと赤字がひどいよということでマイナス 1.5 になってます。なので環境税とかもうちょっと取ってもいいかもしれないですね。あまり急進的にやるとね、それこそ反感とかも出てきてしまうと思うので、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、引き上げていくというのがねいいのかなとは思います。あとはがんとの戦いということで健康問題ですね。これもタバコとかをちょっと税金上げてもいいかもしれないですね。日本でもね上がってますよね、税金ね。タバコ、アルコール、これトムハンクスみたいな顔してますね。彼も集中治療用ベッドの数が 30% 増加、まあこれもちょっと増やしていってあげた方がいいのかな。 In response to our appeal, 選挙公約に掲げた不動産投資に関するね、まあ投資に関してかなりポジティブな状況になってますね。支持率がご覧のように 66% まで上がって、トランプさん圧勝かと、まあ、ちょっとそういう動きが出てきてますね。まあそんな中、エネルギー担当長官の方からは核融合の制裁ということで出てきています。これに研究多額投資することによって、まあ地球温暖化対策にもなりますよという内容ですね。まあ、ただ今そういう不確定要素に手を出すぐらいだったら、この 66% という圧倒的トランプ熱狂的な支持を受けている状況を維持したいなと思うんですけどね。まだバイデンさんも 44% か。足して 100% にならないところが若干意味わからないですけど。まあ、ただ 66% の支持を得て、このままいけば当選確実というところなので、このまま選挙運動を続行していきましょう。財政的にはかなりしんどいことになりそうですけど、この不動産投資ガンガンやってねに関してはめちゃくちゃ支持率上がりますね。こんな美味しい
選挙運動なかなかないっていうぐらいむちゃくちゃ数字が上がってるんで、ちょっとやめられないなこれ。その分財政赤字は膨らみそうですけどね。まあ、全ては大統領になった後、強権を発動していきましょう。まあ、外交なんかもね、まあ中国とかに強権を発動したりすることもできますからね。例えば中国を相手取って戦争を起こすなんてこともできますし、国連に訴えたりとかね、そういうこともできます。まあ、国際機関関連でいうと WHO、 WB、IMF なんかもねあったりしますね。ではちょっとこのまま同じ選挙運動を展開しながら、あ、この支持率をね、維持、チャンスがあればさらに高めていくということをやっていきたいと思います。はい、環境問題に対して、税金投入したりね、新しい法律、まあ、森林伐採に関する法律ですね、こういったものを導入したことによって支持率驚異の 85% という数字を叩き出しました。財政はかなり厳しいですね。これ財政のチャートですけど、財政チャート見ると本当に厳しいですけど、まあ、とりあえずは何度もお話している通り、まず、しっかり勝つこと。This is serious. We are critically low on tests. 選挙に勝って大統領になることが一番重要なんで、そのためにね、なりふり構わずいきましょう。失業率がちょっと増加しているっていうね、バッドニュース入ってきてるんですけども、環境対策が構想して、アメリカ大統領、現職、トランプさん、支持率 100%。もうこれゲーム上でしか絶対にありえない数字ですけど、なんと、驚異の 100% の支持率を獲得してます。このまま大統領選を圧勝していきましょう。というところでね、ゲームスタートして約1ヶ月経ちました。今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、残り選挙運動期間1ヶ月、頑張ってですね、バイデンさんを倒して、トランプさん再選というのを目指していきたいというふうに思います。まあ、あと、この失業に関する悪い数字が出てるということなので、失業対策もね、しっかり行っていきたいというふうに思います。